はしてんの？おはようございます。今です。トカンチ行く今から。ということはトカゲンチ、うん、ついにそう、またレコーディングしますわ。トカピー、トカピーキラキラ TV トカに曲を作ってもらいます。もうね、歌詞に入れたいワード考えてきたわ。キラキラトカピー、なんだよ時間書いた30分で撮りました。あ、すごいわ。ちょっとかっこいい曲になっちゃった。え、めちゃくちゃいいよ。ロープだから。ちょっとマジ頑張って練習する。今日撮ってっちゃう。ちょっとこれ練習させて、次回レコーディングします。お願いします。頑張ってください。キラキラ TV。 はい、レコーディング、レコーディング、つい初の初の。なんかあまり緊張はされてないようで。いや、緊張は全然してないんだけど、体調が怖い。何回も撮り直すからガラガラになるから頑張ってんなって言われてんだけど、もうガラガラなんだけど楽しもう。早くみんなに聞かせたいね。さあ、トカの家来たよ。始まるぜ、新しい何かが。いえ、ここがラップの神様。いえ、そうだぜ、いつだっていい日。ファミタマーだけど、こいつ食ってんのはカニタマー。すいません。とかマノナティゲットした、買っちゃった。5万だったけど。そうです、5万円で買った。5万円だったけど、ナノスさんね、ゼロ1個違うんでね俺はそれに超向き合ったよ。超ダセーじゃん。ダセーからいいんだよ。あ、そうかでも俺かっこいいと思うけどね。俺が歌ってんのはかっこいい。そうだね、それはわかるよ。マジで声大丈夫かな。大丈夫、ディレクションするから。オッケー。ロープだから俺、うん、キラキラしているかーいだよ、うん、仲間と輝きたい、ぶっ飛んだ社長ライフ。よし、立てたい。だろ、一発で決めよう。一発は無理だ。でも歌詞は全部覚えた。え、歌詞カードなしで歌えるの？歌える。え、本当に覚えてきたの？覚えてきた。え、だ、覚えた声って言うから。すごい。あ、違う。聞いて歌詞見ながら歌えればいいってことだよ。ふざけんな。すごくない？マジふざけんなよ。見ていいのか。うん、なんなんこいつ。なめちゃう。それ覚えてきたの。よし、行け、三等兵。どこ行け。中入るの。中。頑張るぞ。あ。じゃあ、直人くん。はい。レベルを測るんでね。はい。一回もうね、本番さながらに歌っちゃっていいんだよね。オッケー。じゃあ、行きますよ。キラキラしているかーい、いつでも社訓を愛。仲間と輝きたい、ぶっ飛んだ社長ライフ。渋谷にビル建てたい、上場するまでフライ。歌詞見てる？え？歌詞見てる？歌詞見てるよ。ちょっと一回出た方がいいな。勉強用のやつを聞いてないだろ、お前。キラキラしているかーい。いや違うんだよ、それはトカだったから。トカのやり方で俺のこれ。違うボイドレ先生と合わせてもらったよ、全部俺っぽい感じで。あ、そうなの。そう、トカのやり方だと、マジでむずいんよ。いや、簡単だよ、こっち。いやいや、違うんだよ。だから、俺っぽくなってるから。そうなの。この8ヶ月、俺はそれをやってきたんだから。それでやってきたのか。ちょっと一回やってみて。もう、まあ、やってみよう。やってみよう。うん、まあ、まあいいや。トカのはむずいんだって。むずくないんだって。じゃあ、ぶっ飛んだにしてないのか。ぶっ飛んだ社長ライフ。ぶっ飛んだ社長。ぶっ飛んだ。仲間と輝きたい、ぶっ飛んだ社長ライフ。渋谷にビル建てたい。何だよ、ぶっ飛んだっていうのがぶっ飛んらって言ってた。すいません。うん、じゃあ一回2個合わせたやつ聞いてみるよ。はい、どう？おう、これ俺？そう、おう、俺だわな。
キラキラしているかーい。足叩かない。すいません。足叩かない。それ入っちゃいました。入っちゃうんだよそれ。はい。これかな。こっちかな。トカがプロデューサーなんで、トカピーが決めてください。うん、トカティが決めたらお前トカティと同じように歌えって言っちゃう。キラキラしているかーい。いつでも咲くわ。さあこれは踊っていきたい。いいんじゃない。これにリバーブとかディレイかかるから、キラキラするわけだ。キラキラさせてくれ。これ何？リリカルナイトで歌わない。え？歌わないよ。歌えよ。だからトカ 7月7周年じゃん。うん。ね、アニバーサリー？アニバーサリー、アニバーサリーなのにライブしてくんないんだよ。するよ。する？これ歌うんだよお前。歌わないよ。アニバーサリーでこれ歌わなくてどうすんの？ちょっと勘弁してくれって。なんなのお前。え？なんなのお前。舐めてんの？映ってねえからそれ。マジでゲストライブやる？いや、ナオトがこれやんならやるよ。ちょっと待ってくれよ。で、頭いかれてるよこいつ。お前だよ。俺ダメだよこれ。うん、1ヶ月あれ歌えるんだろ。歌えるけどさ、そういうのじゃないじゃん。やっぱそこはダンスイベントだからさ。ダンスイベントだよ。リリカルナイトって。です。上田のトップ隊長から今のファッションキラの社長。バカにしてんのかよ。花の都東京に夢だけ詰め込んでレッツゴー。下積み生活の中で出会ったリリカルの出を伸ばそうか。夢だけ詰め込んでレッツゴー。むず。正直耳障りなんだよそれ。はい。うん。耳にこう不快な詰め込ん何間の開き方なんだ。夢だけ詰め込んでレッツゴーってこと。夢だけ詰め込んでレッツゴーってやると多分全部通るんだ。なるほど。いつかは高校する熱量を持って花の都東京に夢だけ詰め込んでレッツゴー。下積み生活の中で出会ったリリカルの仲間へ。できたじゃん。今合ってた。合ってる合ってる合ってる。あ、本当だ。いいね。なんか流れたでしょ。流れてる。いいわ。でこれ多分もうできないから。できない。でも本当に残んないんだけどね。めっちゃむずいよ。はや何年？隊長、キラの社長、仲間と夢が見たい。もういいね、これでいい、これで。オッケーオッケー。悪くない。いや、これでいこう。うん、これいいよいいよ、できて100点100点。先生面白いな。キラキラ TV まだやってんの？やってるよ。うん、知ってるよ。毎週見て。目の前で回ってるやないか、今。この曲出した時にね、一番バズるんでしょ。バズんないよ。280再生ぐらいで俺は。PV 撮るから。ああ、PV 撮る。次のさ、はい、キラキラしているかーいって言うんだけどさ、うん、これだけ別に撮りたい。それはトカの声でいいんだよね。ん？MV でも出なきゃいけないでしょ、ここ。いいっすか？いいよ、あざっす。やったーやったー、初めとか出てくれたらやばいよ。どうせ出なきゃいけなくなるからな、これな。大変だな、これ。最高。夜も引っ張れの赤坂さんみたいな感じで撮ろう。さあ、ここで誰よりも輝いている社長、ナオトのソロダンスタイムだ。聞いてるか、ハラキンハニー。行くぞー。これで言うと、終わりました。終わりましたね。ありがとうございました、先生。ハラキハニー、もう先生だよ、先生。もうダメだよ、直すとかはつって、はいつって。楽しかった。めっちゃ勉強になった。まあすごいわ、ラッパーさんは。マジでありがとうございました。いや、とんでもない。完成目指してね、頑張って作っていきましょう。そしてリーガルナイトでお披露目しましょう。いや、マジでそれ恥ずかしいわ。頑張ります。トカちゃんでした。あざっす。お疲れした。やったね。いや、楽しかったけど、やっぱね、難しいな、レコーディング。練習ほんとスカイトリー好きだよね。俺が好きなもん何か知ってる？クリスマストリー。よし、楽しみにしてて。マジで頑張るから。今日はちょっとした歌い手の直樹社長でした。いつでも社訓を愛、出れねえしかしない。ぶっ飛んだ社長ライ、渋谷にビル建てたい、上場するまでフライ。
いつでもオーブンタイで俺は踊っていたい。